次期イージス艦の小型化という情報をキャッチしました。今回は、この次期イージス小型化について、詳しく見ていきますね。小型化というか、マヤ型を継承する方向で、トマホークも搭載可能という話です。では、もっと詳しく見ていきましょう。北朝鮮による弾道弾頭の各種のミサイル発射頻度がかつてないほどの多数に上っている2022年秋、こうした弾道弾を迎撃するための日本の装備は、中止となったイージス・アショアの代替をめぐって、対応が二転三転している。これまでの経緯を思い起こしてみれば、青森と山口の全国2カ所に、陸上配備型のイージス・アショアを1機ずつ、配備を行い、日本列島全体をカバーするミサイル防衛網を構築することで、その計画は推進されたものだった。しかし、2020年6月に、急遽、イージス・アショアのミサイル本体のブースター部分の落下の安全性か、現行の仕様では担保できないことが明らかとなり、これを修正するソフトウェアの開発も容易ではないことから、中止が決定された。そもそも、この陸上配備型のイージス・アショアが導入されることになった原因は、大きく2つあったとされており、1つは、海上自衛隊の慢性的な艦艇の乗組員の不足、1つは、ミサイル防衛用途のみに、貴重なイージス護衛艦を割かざるを得ないことだと言われていた。最新鋭のマヤ型2隻、前級のアタゴ型2隻、前々級の混合型4隻の合計8隻のみしか、イージス護衛艦を保有していない海上自衛隊にとっては、中国による南西諸島方面への圧力が増す中で、それらの有効活用は強く求められていた。こうした状況から、8隻しかない貴重なイージス護衛艦をミサイル防衛という特化した任務から解放すること、その側も、乗組員の確保、充足に苦慮する艦艇ではなく、それに比すれば、比較的に、人員の充足が、容易な陸上型の兵器として、イージス・アショアが選択されたわけだ。しかし、前述したように、機体のイージス・アショアは、ミサイル本体のブースターの落下地点の制御が困難だと発覚したため、あえなく中止に追い込まれ、日本政府としては、ミサイル防衛の用を再度選択する必要に迫られた。そして、その過程で導かれた結論が、陸上配備型のイージス・アショアの、レーダーやミサイルそのものを流用し、それらを積んだイージスシステム搭載艦を、新たに2隻建造して、その代替策とするという、案としてまとめられた。具体的には、イージスシステム搭載艦は、こうした仕様を前提とするため、艦隊が大型化するものとされ、2022年夏の予算の概算要求時には、基準排水量で2万トン級、全長が 210.0m、全幅が 40.0m 以下だと報じられた。このイージスシステム搭載艦のサイズ感は、海上自衛隊の既存のイージス護衛艦らの大きさをはるかに凌駕するもので、ヘリコプター搭載型護衛艦で、今、まさに、航空母艦化改修の渦中に、ある出雲、型に次ぐ巨大さであることは、大きな注目を集めた。ここまで、イージスシステム搭載艦の仕様が大型化しているのは、陸上配備型のイージスアショア用の SPY-7 レーダー等のキャンセル料が発生しないよう、これをそのまま搭載するためと、波による揺れを極力防止する目的だと説明されていた。こうして、大方の予想をはるかに上回る規模のイージスシステム搭載艦の概要が報じられると、日本国内では、軍事関係者は、もちろん、市井の一般人の間でも、その有用性を疑問視する声の方が、圧倒的に多数を占める事態となっていた。さらに、2022年夏時点で、このイージスシステム搭載艦は、最大の目的であった、
ミサイル防衛用の SM-3 といった兵装以外に、巡航ミサイルや航空機の迎撃も可能な SM-6 や、対地、及び、追艦攻撃が可能な国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型の実装にも、言及がなされた。ここまで来ると、イージス・アショアの代替策として、艦艇型に話が戻った上、どうせ艦隊が大型化するのであればと、近年ミサイル防衛と並行して、喫緊の課題となりつつあった、南西諸島防衛用の装備も盛り込もうとしていたようにしか見えなった。個人的にもここに至り、イージスシステム搭載艦の位置づけは、かなり、当初の想定から、変容してきたように感じられていのだが、実装される兵装の有用性など、傭兵側の意図を考慮せず、政治主導で決定が行われた可能性に危惧を抱いた。多くの軍事専門家たちの中には、イージスシステム搭載艦が、現代の戦艦、ヤマトになりかねないという、これ以上の否定的な言葉は、なかなかないだろうと思える感想を述べているものの多々あり、おおむね批判的に捉えられていたように感じられた。しかし、2022年11月に入り、イージスシステム搭載艦をめぐる報道は一変、これまで伝えられてきたような基準排水量で、2万トン級、全長が 210.0m、全幅が 40.0m 以下という、仕様は改められ、通常のイージス護衛艦に準じることになるという。ちなみに現在の海上自衛隊のイージス護衛艦の中で、最も規模が大きな艦艇は、最新鋭のマヤ型2隻であり、これらは、基準排水で8200トン、満載排水量で1万250トン、全長 170.0 メートル、全幅 21.0 メートルの艦隊を持っている。結局イージスシステム搭載艦は、こうしたマヤ型護衛艦のサイズに準じるものとなり、あれだけ、イージス・アショアの SPY-7 レーダー等を流用するために、艦隊が大型化すると言われていたにもかかわらず、実際には小型艦で対応できるらしい。当初のイージスシステム搭載艦は、その巨体ゆえに、速度は20ノット未満と想定されていたが、今回通常のイージス艦並みのサイズ艦に、修正を行うことで、そうした両艦とも、作戦行動を共に行い得る速力を発揮する艦艇に落ち着くという。また、兵装としても、国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型は、早く、とも2026年度あたりでしか、実戦配備が困難と見られているため、イージスシステム搭載艦にも、その代替兵装として、アメリカのトマホーク巡航ミサイルの実装が検討されている。日本がトマホーク巡航ミサイルの調達意向を示していることをめぐっては、それがアメリカ海軍が保有する主力の対地攻撃兵装であること、そしておよそ 1600km もの射程距離を持つことを含め、攻撃的な兵装だとする批判も上がっている。しかし、12式地対艦誘導弾の能力向上型も、程度の差は、ありつつも似たような用途に使用される兵装であり、敵基地攻撃能力改め今は、反撃能力と日本政府が語る、そうした兵器の中で、ことさら、特別に問題にする意味が、個人的にはよく理解できない。さて、イージスシステム搭載艦だが、今回の通常のイージス護衛艦並みのサイズへの回帰がなされた一連の流れを捉えて、本来は後者をもともと想定していたが、あえて前者を大々的に発表することで、その提案を通りやすくしたとの指摘の声も見受けられる。こうした文脈の中で、そうした政治的な動きの最たる例として挙げられるのが、海上自衛隊のヒューが、片護衛艦の建造にまつわる逸話であり、今の出雲、片護衛艦につながる、全通式の飛行甲板を初めて採用した艦艇として、まことしやかに語られている。
ヒューが、カタゴ栄冠の建造に際しては、最終的に採用された、全通式の飛行甲板を備えた案以外に、環境構造物の前後が飛行甲板だったもの、従来型の護衛艦と同様に、後部にのみ飛行甲板を持つという、合計で3案が用意されたというものだ。海上自衛隊側としては、無論、当初より、全通式の飛行甲板を備えた艦艇をヒューが型として建造することを期としていたが、その従来の海上自衛隊の艦艇にはなかった、いかにも航空母艦をイメージさせるデザインは、反対が多いと解釈されていた。そこで、環境構造物の前後が飛行甲板となっている、運用効率から見れば、明らかに劣る案を前面に出し、それが否定されるであろうことを見越して、その後に、合理的な設計案たる全通式の飛行甲板の案を用意していというのが俗説だ。ただし、このヒューが、型の俗説は、最初から、全通式の飛行甲板の案を推していた場合、反対派からの圧力で、それが実現されない可能性は、確かにあったかもしれないが、今回のイージスシステム搭載艦には当てはまらない艦は拭えない。